こんにちは。突然ですが、本日3月32日のニュースをお伝えいたします。スタンドバイニュース。都立高校が休校延期措置を取る中で、都立スタンド川丘学院幼稚舎、通称スタマイ幼稚園が開園されることが発表されました。伴いまして、新機能ハイハイゴーが追加され、たくさんのお友達が楽しむ姿を覗くことができるようになりました。お片付けチャレンジ。このようにミニゲーム形式でお片付けを楽しむことができ、自粛ムードを大掃除で有効活用する動きがこうして若い世代によって加速しています。なお、詳細は特設のホームページでも確認することが可能です。幼く可愛らしいスタンドマイヒーローズのキャラクターたち一人一人のプロフィールをお楽しみください。ちなみにホーム画面もこのように4種類用意されておりますので、こちらも合わせてご覧ください。以上、ニュースをお伝えいたしました。というわけで、毎年コリーさんが気合を入れているエイプリルフール企画を今回はニュース形式でお伝えいたしました。そんな4月1日といえば、都築京介くんの誕生日でもありますよね。その日替わりストーリーも今回はお届けしましょう。どうぞ。俺の中に君が増えてゆく。いやー、京介くんらしい一途なエピソードが見えてきそうですね。ただいま。おかえり。どうかした？俺の家に君がいて、おかえりって言われるなんてグッとくるなと思って。まるで新婚さんみたいでしょ。いやー、おかえりって言われるね、家族がいる温かさみたいの感じますよね。新婚さん？ダメ。嫌だなんて。じゃあ嬉しい？その質問はずるいと思う。何もかもさらけ出して人を内側に入れることができるなんて、彼女に出会う前にはできなかった。自分を知られるのは怖くて、きっと嫌なやつだって思われそうで、いやー、八方美人の芸能人なりの悩みでしょうね。京介くん、あのさ、お腹減っちゃった。すごくいい匂いするから。ああ、ご飯作って待っててくれたんでしょうか。たくさん作ったからいっぱい食べて。じゃあ荷物置いてくれ。あ、そういえば今日はちょっと冷えるし、パジャマ少し厚手にした方がいいかも。じゃあ前に持ってきたの出してもいい？どこに置いたっけ？あれは洗濯した後俺のクローゼットに入れたから、ついでに持ってくれ。ありがとう、お願い。ああ、同棲生活も長いんでしょうか。なんか季節またいでる感がありましたよね。着替えて戻ってくると、テーブルには美味しそうな食事が並んでいた。わあ、すごい美味しそう。そんなリアクションをもらっていいほどのものか。いやね、こうやって作ってくれる、自分のために作ってくれるっていうのが嬉しいんですよね。うん、大丈夫だって。俺、君の味付け大好きだし、いただきます。しよ。帰宅したらたまに君がいてくれる。君のパジャマがあって、君専用のお箸が置いてあって、二人の時間が密になってゆく。いやー、一つ一つの幸せをかみしめていますね。君がいてよかった。それじゃあいただきます。いただきます。好きになってもらうことは俺にとって怖いことだった。あー、仕事で逆に慣れてるからかもしんないね。これからも好きでいてもらうために、好きでいてもらうための自分探しが始まるから。うん、芸能人としての都築京介ではなく、プライベートとしての都築京介の自分探しの旅でしょうか。でも今は違う。だからねえ、新しい歯ブラシ買っておいたから、後で色決めよう。うん、分担して買っておいたんでしょうね。で、それでどっち使うみたいなね、話もするんでしょう、この後。これからも君には俺の心に住み続けてほしい。ハッピーバースデー。というわけでね、都築京介くんのお誕生日ストーリーも今回はお届けいたしました。うん、4月1日なのでね、真面目な部分じゃない部分もね、出だしやっちゃいましたけれども、まあ、こういうね、ちゃんと甘いストーリーもお届けできたというところで、今回は締めさせていただきます。こちらのチャンネルは男性目線で乙女ゲームや乙女アプリを、攻略解説していくチャンネルでございます。まあ、僕はとやかく言わなくてもね、スタンドマイヒーローズ、スタマイ、すでに素晴らしいゲームではあることはもう言うまでもないんですけれども、
さらにね、男性目線で紐解くことで新しい価値を生み出すことができれば嬉しいなという思いで、実況配信させていただいております。まあ初めてご覧くださっている方もいらっしゃるかもしれませんが、高評価とチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。というわけで、今回もご覧いただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。